松尾芭蕉、松尾芭蕉、松尾芭蕉、寛永21年、1644年元禄7年10月12日、1694年11月28日は、江戸時代前期の徘徊詩。三重県上野市、現在の伊賀市出身。幼名は金作。通称は、陣七郎、陣七郎。名は、中江門胸房。配合としては、はじめ実名胸房を、 ついで、当世、芭蕉、派生をと改めた。北村起源文化。徘徊、連句の芸術的完成者であり、将風と呼ばれる芸術性の極めて高い工夫を確立し、後世では徘生として世界的にも知られる日本史上最高の徘徊師の一人である。芭蕉自身は、北区、俳句より徘徊、連句を好んだ。芭蕉が、 弟子の可愛い空を伴い、元の国2年3月27日、1689年5月16日に、江戸を立ち東北、北陸を巡り、岐阜の大垣まで旅した、気候文、奥の細道が特に有名。伊賀国、現在の三重県伊賀市で生まれたが、その詳しい月日は伝わっていない。出生地には、赤坂、現在の伊賀市上の赤坂朝節と、告げ、 現在の伊賀柱説の二説がある。これは、馬蕉の出生前後に、松尾家が柱から赤坂へ引っ越しをしていて、引っ越しと馬蕉誕生とどちらが先だったかが不明だからである。阿廃軍、柱豪、現在の伊賀柱の土豪一族出身の父、松尾与左衛門と、百地、桃地市出身とも言われる母、梅の間に次男として生まれる。兄、命清治の他に、 姉一人と妹三人がいた。松尾家は兵士の抜流を名乗る一族だったが、当時は名字、盾脇こそ許されていたが身分は武士ではなく農民だった。母の梅は百獅氏であり。BSTBS の日本歴史鑑定2017年7月3日放送では、この松尾場所を忍者説として、当時の江戸幕府が仙台藩の伊達家に厳しい財政支出を敷いたため、 財政支出の恨みで、仙台藩が謀反を起こさないかと幕府が危惧しており、幕府の密定として、仙台藩まで、俳句の創作活動を大義名分として、仙台藩の謀反の,謀反の兆候がないかを、潜入調査する任務を行ってたとするものであった。これにより、豊富な旅の資金や石書の通貨権利などもすべて、幕府の後ろ盾があるので説明がつくというものであった。旅当時は、 まだ40代であるが、見客で移動速度がとても速いことなども触れた。明暦2年、1656年、13歳の時に父が死去。兄の犯罪門が家督を継ぐが、その生活は苦しかったと考えられている。そのためであろうか、異説も多いが、漢文2年、1662年に若くして、伊賀国上野の侍大将。 東道新七郎義清の志士、主径、義忠、配合はセミ銀に仕えたが、その仕事は厨房役か料理人だったらしい。二歳年上の義忠と共に、京都にいた北村木銀に指示して、徘徊の道に入り、漢文二年の年末に読んだ句。が、作成年時のわかっている中では最も古いものであり、十九歳の立春の日に読んだという。漢文四年。 1664年には、松江主頼寄左与の中山衆に、定門派風の肉が、松尾宗ふの名で、初日集した。漢文6年、1666年には、上野の廃団が集い、帝徳を13回期追前百院廃会が、模様され、宗ふ作の現存する最古の連句が作られた。この百院はホックこそ、セミ銀だが、脇は金銀が読んでおり、 この点から上の練習が紀元から指導を受けていた、傍傷と考えられている。しかし、漢文六年に、吉忠が没する。宗房は威発を、高野山法音院に収める一段に加わって、母体を弔い、士官を退りいた。後の動向にはよくわからない部分もあるが、漢文七年、1667年間の、俗山の井、湖周辺など低門派の先週に日衆された。 際には、伊賀上野の人と紹介されており、修行で京都に行くことがあっても、上野に泊まっていたと考えられる。その後、萩野安政線、如意坊主、寛永九年に六区、岡村正時線、山和純礼、寛永十年に二区、吉田友次線、廃海や武甲仏、寛永十一年に一区がそれぞれ集した。寛文十二年、六百七十二年、 二十九歳の、宗房は、諸熟集、貝予保費を、上野天神宮、三重県伊賀市に奉納した。これは三十番の北郷で、断輪派の先駆けのようなテンポ良い音律と、奔放さを持ち、自ら知りした藩詩でも、小歌や六方詩など、流行の言葉を縦横に使った若々しい再起に、満ちた作品となった。また、遠方二年、百七十四年、 金銀から卒業の意味を持つ、徘徊作法書、徘徊梅木の伝授が行われた。そしてこれらを機に、胸草は、江戸へ向かった。遠方三年、1675年初頭、諸説ありに、江戸へ下った胸草が最初に住んだ場所には、諸説あり、日本橋の小沢占い雑誌の歌詞や、被災藩士の向こう八太夫が下校に同行し、後に、修正の援助者となった魚や、魚納問屋、 杉山三風の日本橋小田原町の宅に入ったとも言う。江戸では在住の廃人たちと交流を持ち、やがて江戸廃団の貢献とも言える岩木平藩主、内藤義貝のサロンに出入りするようになった。遠方三年五月には江戸へ下った西山総院を迎え開催された工業の旧銀百員に加わり、この時初めて王、陶勢を用いた。ここで触れた。 総院の団林派徘徊に、当政は大きな影響を受けた。遠方五年、1677年、水戸藩邸の防火用水に神田川を分水する工事に携わったことが知られる。占い雑誌の紹介によるものと思われるが、労働や技術者などではなく人足の帳簿付きのような仕事だった。これは、天取徘徊に手を出さないため経済的に緊急していたことや、 当局から無職だと目をつけられることを嫌ったものと考えられる。この期間、当政は現在の文京区に住み、そこは関口芭蕉庵として芭蕉堂や氷炭池が整備されている。この年もしくは翌年の遠方6年、1678年に当政は総将となって不属絵を持ち、職業的な廃徊士となった。ただし総将披露の通例だった。 バンク徘徊が行われた、確かな証拠はないが、例えば、玉守箱、神田町長子編、遠方7年9月にある、東西バンクのうち、先駆関東や、富士市、調和編、遠方7年4月にある、東西バンクと一択の前書きから、バンク徘徊は何らかの形で行われたと、考えられる。統制殿、梅仁編には、遠方60年最短調という、総称の証しである。 最短帳を当成が持っていたことを示す文も残っている。総称となった当成は、江戸や時に、京都の廃談と交流を持ちながら、多くの作品を発表する。慶の神徳が江戸に来た際に、山口祖道らと会し、当成300人が観光された。この時期には団林派の影響が強く現れていた。また批評を依頼されることもあり、廃徊席相撲、未達編。 天な2年間の評価を依頼された18人の傑出した廃人の一人に選ばれた。ただし、当政の評は散逸し伝わっていない。しかし、遠方8年、六6 8 0年、当政は突然深川に今日移す。この理由については、諸説あり、新進気鋭の総称として愛好からと面会する、天者生活に会いたという意見、火事で日本橋の家を焼け出された説、 また、断輪解虐に限界を見たという意見もある。いずれにしろ彼は、徘徊の純粋性を求め、世間に背を向けて、老僧思想のように、天、自然に習う中で安らぎを得うとした考えがあった。深川に移ってから作られた国は、断輪解虐から離れや、天者生活と別れを、静寂で孤独な生活を通して克服しようという意志が込められたものがある。また、武蔵り、 も月千春編、天羅三年間に収められた。は、詫びへの共感が読まれている。この、武さしぶりでは、新たな語を、芭が初めて使われた。これは、門人の理科から馬蕉の株を送られたことにちなみ、これが大いに茂ったので当初は、土保の詩から取り、白仙堂と読んでいた、深川の教、馬蕉案へ変えた。その入り案の翌週、地余り調で馬蕉の句を読んだ。 しかし、天南2年、1682年12月、天南の大化、いわゆる八百八を七の火事で用を消失し、海都に、村藩、山梨県鶴市の国家老高山藩文、通称、伝武正門に招かれ流遇した。翌年5月には、江戸に戻り、冬には、馬蕉案は再建されたが、この出来事は馬蕉に、陰性しながら、住みを持つことの儚さを知らしめた。 その間、みなしぐり、その各編に収録された、場所区は、監視庁や波長を用いるなど、独自の銀杖を開き始めるもので、作風は、極理庁、みなしぐり庁と呼ばれる。その一方で、傘を題材とする区も目立ち、実際に自ら竹を裂いて、傘を自作し、傘づくりの沖縄と名乗ることもあった。場所は、傘を最小の、いと考え、 風雨から身を守るには微すまいの場所案も旅の傘も同じという思想を抱き、旅の中に身を置く思考の強まりがこのように現れ始めたと考えられる。状況元年1684年8月、場所は野ざらし気候の旅に出る。東海道を西へ向かい、伊賀、山と、吉野、山城、美野、尾張を回った。再び伊賀に入って年すると、をて、 江戸に戻ったのは、上京二年、1685年四月になった。これはもともと、美濃国王書の木元に招かれて出発したものだが、前年に他界した母親の母産をするため以外にも、向かった。この旅には、門人の千佐と、か谷や人郎が同行した。気候の名は、出発の際に読まれた、に由来する。これほど悲壮とも言える覚悟で望んだ旅だったが、 後半には、穏やかな心情になり、これは苦に反映している。前半では、漢詩、文章のものが多いが、後半になると見聞きしたものを素直に述べながら、詫びの心境を反映した表現に変化する。途中の名古屋で、場所は、終わりの廃人らと座を同じくし、読んだ河川五冠と、追加六クがまとめられ、冬の日して観光された。これは、芭蕉七部衆の第一とされる。 この中で芭蕉は、日本や中国の架空の人物を含む個人を登場させ、その風強さを題材にしながらも、従来の形式から脱皮した句を詠んだ。これゆえ、冬の日は、芭蕉海岸の書とも呼ばれる。野ざらし機構から戻った場所は、上京3年、1686年の春に、芭蕉庵で模様した河津の北区界海で有名な、を読んだ。和歌や、レンガの世界では、 泣くところに注意が及ぶ、河津の飛ぶ天に着目し、それを動きではなく、静寂を引き立てるために用いる、史上性は過去にない画期的なもので、場所風、小風徘徊を象徴する作品となった。上京四年、1687年8月14日から、場所は、弟子の河合空と双葉を伴い、鹿島参りに行った。そこで旧の根本寺前住職、 仏頂禅寺と月見の約束をしたが、あいにくの雨で約束を果たせず、句を作った。同年10月25日からは、伊勢へ向かう、旧の将軍の旅に出発した。東海道を降り、鳴海、厚田、伊良子崎、名古屋などを経て、同年末には、伊賀上野に入った。上京四年、1687年2月に、伊勢神宮を参拝し、一度父の33回忌のため、 伊賀に戻るが三月にはまだ伊勢に入った。その後吉野、山と、木と巡り、さらに、大阪、須磨、赤市を旅して、京都に入った。京都から江戸への袋は、サラシナのり行きとしてまとめられた。五月にわらじを履いた場所は、大津、岐阜、名古屋、鳴海を経由し、新州サラシナのオバステ山で月を展望し、善光寺へ参拝を果たした後、八月下旬に、 江戸へ戻った。西行五百回帰にあたる元禄二年、1689年の3月27日、弟子の空を伴い場所は奥の細道の旅に出た。下野、道の区、では、越後、加賀、越前など、彼にとって道の国々を巡る旅は、西行や農院らの歌枕や名所旧跡を辿る目的を持っており、多くの名句が読まれた。 この旅で、馬匠は各地に多くの門人を獲得した。特に金沢で門人となった者たちは、後の加賀正門発展の基礎となった。また、歌枕の地に実際に触れ、変わらない本質と流れ行く、変化の両面を実感することから、不疫流行につながる思考の基礎を我がものとした。馬匠は8月下旬に、大垣につき、1五5ヶ月600里。 約2400キロメートルの旅を終えた。その後9月6日に伊勢神宮に向かって船出し、参拝を済ますと伊賀上野へ向かった。12月には京都に入り、年末は大見吉中寺の無名案で過ごした。元六三年、1690年正月に一度伊賀、上野に戻るが、3月中旬には税へ行き、4月6日からは大見の出し、 ゼゼ半士菅沼曲水の勧めに従って、西洋のため、滋賀郡国部の厳重案に7月23日まで滞在った。この頃場所は風に、治病の字に悩まされていたが、京都やゼゼにも出かけ徘徊を読む席に出た。元六四年、1691年4月から京都、佐賀野に入り向かい巨来の別荘である、落死者に滞在し、5月4日には、 京都の野沢盆町宅に移った。ここで場所は、巨来や盆町らと、サルミノの編纂に取り組み始めた。サルミノとは、元の国2年9月に、伊勢から伊賀へ向かう道中で読み、関東を飾った。に由来する。7月3日に刊行された、サルミノには、厳重案滞在時の記録、厳重案記が収録されている。9月下旬、場所は、京都を経って、江戸に向かった。 馬所は10月29日に江戸に戻った。元六五年、1692年5月中旬には新築された馬所案へ移り住んだ。しかし、元六六年、1693年夏には暑さで体調を崩し、盆を過ぎたあたりから約1ヶ月の間にこもった。同年冬には、三井越後屋の手代である、志田屋派、小泉子屋、池田利牛らが門人となり、 彼らと墨田原を編集した。これは元六七年、1694年六月に刊行されたが、それに先立つ四月、何度も遂行を重ねてきた奥の細道を仕上げて、聖書へ回した。完成すると紫色の糸で閉じ、表紙には自筆で題名を記して始蔵した。元六七年、1694年五月、場所は、 受定二の息子であるジロベイを連れて、江戸を立ち、伊賀上野へ向かった。途中大井川の増水で島田に足止めを食らったが、5月28日には到着した。その後、小南や京都へ行き、7月には伊賀上野へ戻った。9月になら、そして伊古満峠を経て、大阪へ赴いた。大阪行きの目的は、門人の野道と陳広の二人が船仲となり、 その間を取り持つためだった。当初は若い新広氏の家に泊まり悟したが、彼は受け入れず失踪してしまった。この振動が健康に触ったとも言われ、体調を崩した場匠はこれ道の家に移ったものの10日夜に発熱と頭痛を訴えた。20日には回復して、排斥にも現れたが、29日夜逃げ痢がひどくなって、不死、容体は悪化の一途をたどった。10月5日に、 御堂筋の花や仁左衛門の貸し座敷に移り、門人たちの看病を受けた。八日、病中、銀と称して、を読んだ。この句が事実上最後の徘徊となるが、病の床で芭蕉は遂行し、なほかけ回る夢心や、枯れ野を回る、夢心とすべきかと試案した。十日には以上書,書いた。そして十二日猿の時、午前四時頃、松尾芭蕉は池を引き取った。 13日、以外は、陸路で、大海、滋賀県の吉中寺に運ばれ、翌日には、遺言に従って、基礎吉中の墓の隣に葬られた。証拠に駆けつけた門人は80名、304名が改装に来たという。門人に、昭門獣明と呼ばれる、宝井企画、服部とり乱説、森川巨録、向井巨来、かがみ志向、内藤上層、杉山三風、 立花北氏、志田屋派、落ち越人や三風、北氏、野派、越人の代わりに、正門十明に数えられ可愛い空、広瀬を門未然、服部土方、天野桃となり、それ以外の弟子として漫画、野沢本町、足の主審などがいる。この他にも、地方でも、門人らがあり、尾張、大江、伊賀、加賀などでは、それぞれの正門派が活躍した。 特に場所が、キュウリと呼ぶほど好んだ大海からは、大海正門が排出した。門人三十六敗戦と言われる中、大海の門人は、計十二名にも及んでいる。宗草の名乗りで徘徊を始めた頃、その作風は、低門派の典型であった。つまり、先人の文学作品から要素を得ながら、掛け言葉、見立て、トンチといった発想を、複合的に加えて仕立てるようである。 初に詩集された、さよの中山集の一句。は、洋曲、倉間天狗の一節から題材を得ている。二年後の作品。では、片平雪、薄積もりの雪と、片平、薄い着物を掛け言葉とし、雪景色に降る、あられの風景を、古文、細かな模様がある着物に見立てている。また、和であるという形式も一つの特徴である。江戸で、東西豪を名乗る。 時期の作は、断人調になったと言われるが、この頃の作品にも、低門的な用曲から得た要素を、ユニークさで彩る印が見られる。天7年間、徘徊の世界では、漢文帳や字余りが流行し、芭蕉も、その影響を受けた。また、芭蕉案について歌った句を例に挙げると、字余りの上語で、外の情景を、中七と、下語で、異様の中にいる自分の様を描いている。 これは和歌における、ジョーク5.7、ごとしもの句、7.7で、別々の事柄を述べながら二つが繋がり、大きな内容へと展開させる形式と同じ手段を使っている。さらに、中7、下5で自らを、徘徊の題材に用いている点も、特徴で定文、低音、断輪風時代の特徴、和であると、違いが見られる。点なきは場所にとって定文、低音。 断輪風の末期とみなす評価もあるが、馬匠にとって、この時期は、表現や、句の構造に、様々な試みを導入し、意識して徘徊に変化を生み出そうと模索する、転換期と考えられる。状況年間に入ると、馬匠の徘徊は、主に二つの句形を取りつつ、その中に、多彩な表現を盛り込んだ作品が主流となる。二つの句形とは、なり、省略される場合ありと、や、 体言止めである。前者の例は、が挙げられる。人よにして積もった雪景色の朝の風景がいかに、新鮮なものかを、平凡な馬にさえ目が行ってしまうことで強調し、愚章を示しながら一句が畳みかけるように、雪の朝へ繋げることで文を表現し、感動を、末尾の、なりで集約させている。後者では、があり、字余りを使わずに、矢で区切った上ごと中七。 下語で述べられる、別々の事柄が連結し、広がりをもって言うはしている。さらに、三冊子にて場所は、地下連敗はいずれも風雅だが、牌は、上の三つが及ばないところに及ぶという。及ばないところとは、俗を意味し、地下連が、俗を切り捨てて、雅の文芸として大成したのに対し、牌界は、俗さえ取り入れつつ、他の三つに並ぶ。 独自性が高い文芸にあると述べている。この例では、を見ると、タコズボという俗な素材を用いながら、やがて捕食されることなど思いもよらず夏の夜に眠る、タコを歌い、命の儚さや悲しさを表現している。元禄三年の久後前後頃から、場所は、カルミの域に到達したと考えられる。これは、三冊子にて、久後のホック、の解説で、 花見の句の係を心得て、軽みをしたりと述べていることから考えられている。軽みの明確な定義を、場所は残しておらず、わずかに高く心を悟り手俗にキス、三殺し言うことが残されている。試された解釈では、身近な日常の題材を、思考作為を加えずに素直かつ平面に表すこと、和歌の伝統である、風雅を平易なものへ変換し、 日常の事柄を自由な領域で表すこととも言う。この、か、ルミを区にすると、表現は、作為が顔を出さないよう平面でさりげなくならざるを得ない。しかし一つ間違えると徘徊を平属的、通俗的そして低俗なものへ堕落させる恐れがある。場所は、高い志を抱きつつ、俗を用い、徘徊に、指揮を作り出そうと、創意工夫を重ね、その欠実を、 理念の、か、ルミを掲げ、実践した人物である。場所は徘徊に対する論評、徘評を表さなかった。場所は、実践を重視し、また門人が別の考えを持っても強制することはなく、カルミの振り返や企画、乱説のように別な方向性を好む者も、容認ていた。下手には徘評を残せば、それを盲目的に信じ。 配風が形外化することを恐れたとも考えられる。ただし、文人が書き留めることは禁止せず、土方の三冊子や巨来の巨来賞を通じて知るができる。か、ルミにあるように、俗を取り込みつつ、場所は俗談平和すなわちあくまで日常的な言葉を使いながらも、それを文芸性に富む守護家を施して、徘徊を高みに導こうとしていた。 これをなすために重視した純粋な姿精心を、風雅の誠と呼んだ。これは、総学の世界観が言う万物の根源、誠が意識されており、風雅の本質をつかむ、三冊子では、誠を責めむるということで、おのずと徘徊が読め、そこに作為を凝らす必要がなくなると説く。この本質は、固定的ではなく、奥の細道で得た、不駅流行の通り不駅イコール、 誠によく立ちたる姿と流行イコール、誠の変化落ちるという二つの概念があり、これらを統括した観念を誠と定めている。風画の本質とは、歌では伝統的に本意と呼ばれ尊重すべきものとされたが、実態は境外化しつつあった。場所はこれに代わり、本場、本省という概念を示し、徘徊に歌う、対象固有の正常を捉えることに重点を置いた。 これを直接的に述べた、馬蕉の言葉が、松のことは松に習え、三冊しやかである。これは私的な観念をいかに捨てて、対象の本性へ入り込む仏が一如、主客合一が重要かを端的に説明している。芭蕉の家系は、伊賀の有力黒人だった福知氏流松尾氏とされる。福知氏は、次三方の一氏で、平創世の子孫を称していた。 天正以外の乱の時、福知氏当主、福知伊を守る宗高は、小田方に寝返った。この校で宗高は、所領経営の継続を許された。しかし、後に諸豪族の恨みを買って、屋敷を襲われ、駿河へ出奔したという。期日である10月12日、現在は、新歴で実施されるは、当世紀、しぐれ期、王紀などと呼ばれる。しぐれは、 旧暦十月の一章であり、芭蕉が好んで読んだ、訓罪でもあった。例えば、サルミノの北、初しぐれるもコミノをほしげなりなどがある。松島屋、ああ、松島屋、松島屋は、かつては芭蕉の作とされてきたが記録には残されておらず、近年この句は、江戸時代後期の教科史、田原坊の作ではないかと考えられている。芭蕉の終焉地は、 御堂筋の拡幅工事の煽りで取り壊された。現在は、石碑が大阪市中央区九太郎町三丁目後付近の御堂筋の本線と側道間のグリーンベルトに建てられている。またすぐ近くの新州大谷派南波南場別院、南御堂の境内にも、自生の区碑がある。45歳の場所による奥の細道の旅程は600里、2400キロに上り、1日、 十数里もの三夜伐掌もある。これは、当時の、この年齢としては大変な見客であり、スピードである。これに十八歳の時に、服部半蔵のいとこにあたる安田うねめ東道うねめの一族である、東道新七郎の息子に仕えたということが合わさって、伐掌忍者説が生まれた。また、母の梅は百獅子であり、八、母の父、母方祖父は、 伊賀流忍者の祖の百地丹波とされているためでもある。前述。また、この日程も非常に異様である。黒羽で十三泊、塚川では七泊して仙台藩に入ったが、出発の際に松島の月まず心にかかりてと絶賛した松島では一句も読まずに一泊して通過している。この異様な工程は仙台藩の内部を調べる機会を伺っているためだと、される。 空旅日記には、仙台藩の軍事要塞と言われる、随岩寺、藩の商業校、石巻校を執拗に見物したことが記されている。空は、幕府の任務を課せられ、そのカモフラージュとして、馬蕉の旅に同行したとも言われている。馬蕉区比は全国に存在するが馬蕉の生まれ故郷、伊賀では、区比ではなく馬蕉塚と呼ぶ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。